皆さんこんにちは、ビーレジェンド管理栄養士の堀です。さあ今日は、WPC プロテインと WPI プロテインの違いについてお話ししたいと思います。 WPC プロテインが一般的なプロテインではないかなと思うんですが、 WPC っていうのは、ホエイプロテインコンセントレートの略です。それに対して、WPI プロテイン、これは、ホエイプロテインアイソレートの略になります。で、今日はこの WPI に注目してお話ししたいなと思うんですが、そのホエイプロテインアイソレートっていうのは、まあ、日本語で言うと、分離ホエイタンパク質っていう風に言います。WPC と WPI のこのどういう意味かっていうと、タンパク質の生成方法の違いになります。ホエイプロテインアイソレート WPI の方がより、脂質とか糖質を可能な限りで除去して、移植で取れるタンパク質の含有量を高めたものになります。それが一番の特徴です。 WPI を選ぶ理由としては、まず一つ、糖質を多く除去してるっていうところで言いますと、多分減量中とかで糖質の制限されている方もいらっしゃるので、そういった方にももちろんおすすめなんですが、牛乳に入ってる乳糖っていう糖質があるんですけども、それが体質的に分解できなくてお腹を下してしまうような方、乳糖不耐症っていうんですけれども、そういった方はちょっとその乳糖が多く入ってるプロテインはちょっと飲みづらいのがあります。それに対して、WPI プロテインは乳糖も可能な限り除去しているので、こう牛乳飲むとお腹ゴロゴロしてしまうような方でもお飲みいただけるっていうのがまず一つ特徴かなと思います。で、もう一つ、脂質も WPC プロテインに比べて、多く除去されているので結構低くなっています。これも減量中で、脂質糖質制限されている方にもあまり気にせずお飲みいただけるっていうのと、あとは脂質って三大栄養素の一つなので、こう悪いものではないんですけども、タンパク質をスピーディーにこう体に届けたいっていう場合には、ちょっと吸収を遅らせてしまうような働きをするっていうふうに言われているので、その分脂質が少ないっていうところを活かして消化吸収が早いっていうふうに言われています。そういったところがWPI のメリットというか魅力かなというふうに思っています。なんですけども、 WPC よりも WPI プロテインの方がお値段が高いのが多分一般的です。そうなんですけども、1食で摂れるタンパク質の量が WPI プロテインの方が高いので、うちの商品で例えると、WPC プロテインがだいたい1食で 20g ぐらいタンパク質摂れるのに対して、WPI プロテインだと 23g から 25g ぐらいのタンパク質を1食で摂ることができます。この差があるので、お値段が高いのもちょっと納得ではあるんですけども、値段が高いというのが一つデメリットかなと思います。どういった方におすすめしたいかと言いますと、減量中糖質とか脂質の制限をされている方でしたら、WPI おすすめですし、あとは少ない回数でしっかりタンパク質を摂りたいという方でしたら、こちらの方がタンパク質の含有量が高いので、そういった方にもおすすめです。あとは牛乳を飲むとお腹を下してしまうような、体質的に乳糖が体に合わない方も安心してお飲みいただけるのが WPI の特徴です。では今回は、WPC プロテインと WPI プロテインの違いについてお話しさせていただきました。参考になったという方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。